今回は山形駅東口を出て3分ぐらいのところにありますホテルニューモガミヤに宿泊いたします。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。フロントの方は3階にあります。はい、今日は502号室になります。今日は洋室ですね。部屋の中はこんな感じです。こちらにお風呂とトイレがあります。それでは部屋の中でゆっくりしたいと思います。あとそれとこちらのテレビの下には冷蔵庫があります。なんかコンセント落ちましたけど。はい、それでは今から住職に出かけてきます。行ってきます。山形駅近くのビルの中にあります和食の店を見つけたので、こちらで芋煮を食べたいと思います。芋煮膳がやってきたのでいただきたいと思います。それではいただきます。はい、芋煮がとても美味しかったです。近くに山形牛の店もありましたので、今度ちょっと勇気を出して行ってみたいと思います。それでは今からシャワー浴びてきます。はい、それでは山形県の天童市で作られましたこちらの出羽桜というお酒を飲んで寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。はい、おはようございます。今からホテルをチェックアウトしまして、山形駅から阿寺沢線に乗りに行きます。はい、それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。